愛知馬県立幕張総合高等学校サッカー部大部社の皆さん、一人かもしれない、こんにちは、サバヤゲームズでさーしゃー、高校間に合っていく、ただサッカー部大部社ということで、本当におそらく一人しかいないかもしれない、もしくは二人数人いるかもしれない、誰か分かりませんが、大部しないように僕はマリオカットをして大部社に頑張っていきたい、よろしくお願いします。もうこうタイム杯正々堂々と戦っていきます。さあ初手悪くない、さあゾロがいる、ランクイン上位勢がこの部屋にいる、さあ果たして戦えるのか、静江で果たして静江で戦えるのか問題が今浮上してる中で全力出していく。なんか後ろちょっと離れてるね、珍しく離れてるけど、ちょっと走りがガバい、走りガバすぎて、まあ、これは逆にトゲを譲られないための、まあ、距離調整まである。いや三田もちょっと後ろ気にしすぎて、自分がバったせいで後ろ気にしすぎて大変なことになってる。やっぱ早いんだよなゾロって。キノも使ってまあ攻撃仕掛けていくよ。あのこれ投げんなよ俺に。どこまで行ってんのあいつ、早くね。あ、トゲ行った、はい。なんで取る、取る必要はなくないか。まあ、ただあとボムもなしね。はい、もっと飛べ、ジャンピングアクション1個強っ、詰めよう、どんどん詰めていこう、ワンチャンある。キノコ使って、次もう一回キノコ使う、このカーブで、キノコカーブで使うことによってかなり距離を詰められます。さあ最後はあとぶっ放すだけ前に。いやこれ後ろだな、これ冷静後ろだな、避けてる。でキノコ使ってダブル交換、2でもいいです最悪。キノコ使ってこの何もこれ後ろ攻撃、もう一回トゲいこう、もうワントゲ、最後赤コールで相手前、よしこれ熱い、これ熱い、はい、まずしばいて、はい、しばいてこれ伸ばして、あるよこれ、しんちゃんで今日一発目は俺も、俺もだ、やったー、うっけー、しんちゃんで超絶ラッキー1位取っていく。すんげー今更なんだけどさ、最近俺が流行ってること言っていい、あのめっちゃ今更だよ、もうさっき言ったから超今更なんだけど、ザコシに最近ハマっちゃって、俺もマリオカートのさ、誇張しすぎなモノマネし結構いっぱいやりたいのあるんで、ね、いつかそれだけの動画撮ろうかなって迷ってるぐらい、誇張しすぎなモノマネいっぱいあるんで、ね、誇張しすぎた静江とかもやりたいし、誇張しすぎた、なんだろう、誰だろう、誇張しすぎた、誰だろうな、まあ、ちょ悪いじゃん、誇張しすぎたデイズイとかもやりたいし、いろいろやりたいやついるんだよね。だ2でしっかり割って、あ、オッケー、赤コーラ2つ引いていく。ゾロはこいつ逃がしたら終わりなんだよな。はみ合っとく、はみ合っとくわ、お疲れ。やれてないだと、あいつダブルボー引いてさ、うんよ、やばそれ、それマジでやばい。すっ、なんで追いつくのそういう時は、お前普段誰にも追いつかないくせにそういう時は追いつくんだね、クソ静江がマジで。今日それだけやる気に満ち溢れてるっていう認識でオッケー、そういう認識でオッケー、金塚の口癖、そういう認識でオッケー、うん、使っていくよ、そういう認識ね、オッケー、そういう認識ならそういう認識で走るわ。さあまずは8位で割りたくなかったな、バナ置かないそれ、置いても意味ないからオッケー、スター引いて強いね、ワンチャンサンダー回避狙えるまであるよ、うん、まあいいでしょう、リカバって、これサンダー回避であります、相当縦長なんで、またスター引いちゃったの強すぎる、でトゲもいってる、こっち3段階でまた俺勝ちじゃねえこれ、これこうあるじゃん、でこのショートカーいける、でこう3段フルで勝ち、どう、強アイテム、これ3段出てなかったら相当熱い、逆にもう勝ちだからねこれ、3段出てなかったら勝ちだからねこれ、1段足できれば前出たいんだよ、1で割る、ないで、メダルか、もう1出ちゃいたい、出ちゃいたい、出さして、落ち着いて、これ落ち着き、ここ慌てないよ、ボム引いてる、ダブルって、これ初頭までいけるから、しかもクラクション引いてる、あるよ、完璧で取られるけどこれまさかの2連続の姿勢がガチで強すぎる、覚醒が始まった、
覚醒が始まった。全てが新鮮を軸に動き始めてる。始まってるよ、今日始まってるよ。伝説がめちゃくちゃいる中で吉江が30点。いやー申し訳ない、さすがにパリプロムナードはちょっと俺勝てないと思う。ここ俺最後1位取ったら多分5、6年分前ぐらいだと思う。ここ最後1位とマジ、冗談抜きで5、6年前ぐらいだったと思う。マジそれぐらい勝てないから、それぐらい勝てないコースだけど、全神経集中させていってる今。マジケツバナナ初動最高すぎる。スーパー黙ってくれよ。いやーそれスーパー黙ったら致命的。ただメダル取ってる、バランスの話ね。ギュッ、大丈夫だ、耐えてる、まだ1位耐えてる、まだ1位耐えてる。オッケー、完璧。もうインコースの1個、いやこれ初動バナナ熱すぎるんだよね。冷静に考えて、冷静に考えて、めちゃくちゃ順調なんだよね。めちゃくちゃ集中してるんだよね。だから近いんだよね、キノコの後ろ。スーパーでいいんだよ、スーパーでいいからね。 OK、 表メダルにして、トゲが来たら譲るって体勢。ゾロはだね、スタンバってるね。パクられろ、なんか泳がされてる。まあ泳がされてるんだと、それはそれで構わない、それはそれで構わないんだよね。俺はここでクラクション引くだけだから。ここでクラクション引いて泳がしを無駄にしたかったけど無理だった。走りが意外と集中してるんだよね。軽減、無敵時間が延長、あとは3段来て最後もう一回1位しゃしゃいでる。ボケられたね、バックスターだけ出してお願いします。このイカ状態もしっかりと攻略して食らいついていく。もう一回トゲいけ、もう一回行かないだろうけど行け。ほら来た、サンタ、タイミング、タイミングやばいこれ。いやマジか、落ち着いて、最後当てるだけ。いやきついな、これは2位だな、これは2位だな、さすがに、さすがに、ナイス2、ナイス2、112、強すぎないか、強すぎないか、これは42点、始まってる。いや今週勝ててなかっただけあって、この無双はめちゃめちゃ気持ちいい。キロツコキャニオンズ、このままいけば誇張した吉江ができる。ここ誇張した吉江をさやるためにも、ここはこのまま勝っていく。みんなも気になるでしょ、動画の最後にこのまま勝ち続ければ誇張した吉江ができます。誇張した吉江をやるためにも一生懸命頑張ります。ジャンスピンアクションも汚くてもいいから決める。俺じゃないの、オッケーナイス。でもこれメダル取れる、最高最高で、アイテム2つ取るからね。オッケー、メダルもすぐ使っちゃう、でケツつけちゃう、これでいいんです、これでいいんです。このゲームゾロ走らしたらだっていいんです、やらしたらいいんです、好き勝手、好き勝手やらしてあげたらいいんです、僕は自分の走りをすればいいんです、そういうゲームなんです。さ赤コーラ2つ素晴らしいんです。でこれね、ガキ声とか何人かいて失敗してて、思いっきり失敗してて、ちょっと一回牽制してみようか。バナナ何持ってるかなみたいな、キノコ引いちゃったね、これ。でもこれ投げる、間に合うかな、間に合ってるね、オッケー、間に合ってる。ただおあいこ、はい、どうする、ゾラどうする、譲れると思ったら大間違いだよ、譲れると思ったら、まあこれ食らうよ俺。これでちゃんとこのバウンドを使って、でこれでちゃんとこうバツクで妨害する、こういうプレーなんだよね。しっかりと計算してた。待って、分かった、これ避けて、いいよいいよ、冷静だよ。アイテムコトル、最後キノコ引けば勝ちだから。ジャンピングショット、ジャンピングショット、オッケー、キノコ引いた。あーもうアウト読みで、アウト膨らんだのに、そこまでも呼ばれてた。ダブルってだいぶ6位だったから強い、そうそうそうなんです。メダルも申し分ない、しっかりと立ち回りまいよ。やばい、ミスった、マジミスった、痛恨のミス。ロッキー
いやーマジでミス。ゾロアだね、1位絶対。違った、やばい、49ポイントいいよ。まあ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 、いや決めてたら2位とかなんだよね、情けねー。さあ第5レースはピーチガーデン、ピーチサーキットストイヤー、危ねえ、ピーチガーデンとか間違えそうだった、初代のね、ピーチサーキット、おー忘れちゃいよ、アンツパンツマンツスペシャルがいる、この部屋に何点取ってんだろう、アンツパンツマンツ、名前めちゃくちゃ強そうだけどね、何点取ってんだろう、アンツパンツマンツスペシャル、ちょっと気になるところ、じゃあさっき見てなかったわ、アンツパンツマンツスペシャルだけには絶対負けちゃいけない、うん、やはり強そうな名前だからね、強そうな名前のやつはちゃんとしっかりと警戒していく、9位で割れる、9位で割れたらインコースバンザリで、これスター、そういうこと、はい、もう音声認識発動して、でこれを運んでいく、デイズやっぱ多いね、多いね、最近なんでそのデイズなんだろう、俺はやっぱデイズ最近使ってるから、その影響あり、これ、うわーやばい、うわーやべ、うわーやべ、ちょっと狙ってみて、避けたいわ、あ避ける、当たらない、全部当たらない、全部見えてる、でこれ峠経過みたいなしてる、全部巻き込まれて、で俺このスター持った状態で1位、どうかっこよくね、かっこよくね、今日の俺かっこよくね、ミスクもかっこよく決めちゃう、どうで、多分ここでスタンダーを引いて、で次スター使いますもん、思いっきり行くよ、見といて、いや、ここどう、見といて、みんな見といて、これ試し、フレッ、うわっ、お前たち、こういうことだ、今日の俺は一味二味ちげえんだろ、なら、これ神やろ、でもいい、天才と言っていいレベルだ、見てこの独創、この独創見てほしい、これいくで、これしかもグライダー抜けて、グライダー抜けてしっかりと軽減していく、でちゃんとこれはこれ守って、アナさん来るよ、アナさん来るよ、まだ使わない、まあでもこの差では正直負けようがないんだよね、スプラトゥーン来ても関係なしてくる、強すぎる天才。第6レースはねじれマウスのシシソンソン、アンスパンツマンツの得点見たら8点だったけど大丈夫、めちゃめちゃ弱いけど俺がめちゃめちゃ強い、こんなに猛攻とアイムハイでスタート無双したの久しぶりだぜ、本当はこのコースも打開したいね、俺打開派なんだよ、ここまた防御引いちゃう、今日なんかおかしいぞ、運が、運が強いぞ、運が強いぞ、まあ、これキノコでショートカット行ってもらうよね、行かないんだね、まだ食わしちゃって、なんかまた1位出ちゃった、俺じゃない、もうメダルすぐ使って1張ってくよ、張ってくよ、今日はもうこうなればここまで来ちゃった、張ってくよ、プシュプシュカスタの姿勢が強すぎるけん、これは交換しません、 EMT グライダーワンザリ、俺じゃないね、オッケー。メダルも10枚あるからね。これ早かったんかな、あんま早くなさそう。ちょっと、あんまりそこ得意じゃないんだよ、まだ。まだ習得しきれてないんだよ。メダルだね、後ろ。ちょっとメダル。トゲちょっと来たらちゃんと譲れるような状態にしとかないとね。これトゲ、うん、またダブル防御。やばい、防御引く確率が。裏にキノコ説。いや、そういうわけでもないね。ダブルはちゃんと潰して。あ、俺来ないね、しかも。トゲも来ない。いつか来るでしょ、でも。ちゃんとミニマップ、こまめに見ろ。こまめに見ます、これ意外とここ当たる、ダブル前もちょっとやらしく置いといて、はい、運がやばい、運がやばい、待って、運がやばい、始まった、運がやばい、しずえ、運がやばいよこれリアルに、まあ、これキスしかないね、いや、まあ、いや慢心しちゃいけない、これで来るから、またもう一回クラクション引いたりしない、まだ置いといて、まあさすがにね、表ね、トゲが来ないんだよね、まあ来るでしょ絶対最後に、絶対最後に来るでしょ、そうやって思っといた方が楽、メンタル的には、あ来たね、OK、これ上乗れなさそうだね、これ間に合う、間に合った、避けられたか、そのままやるな、
まあ、それお前の勝ちだ。え、頑張ってる頑張ってる。おい、それは忖度だろ。それはお前忖度だろ。何やってんの、何やってんだよ。お前動揺して頑張るなよ。ありがとうございます。また勝っちゃった。もう怖いです。私今日のマリオカート怖いです。怖すぎる。勘弁してくれ。先週と大違いだよ。これやっぱり運ゲーか。スタート、こうなってると運ゲーだよ。もういやマジでさすがに意味が分からないもん。勝ちすぎだろ。いや勝ちすぎなんだよね。さあメダル取って、まあ赤コアさせても、どうなる。メダル使って前行く。キノコは取れない。まああそこ前ちょっとやり合ってもらいたい。できればできれば静かに密かに何もいません、私ここにいませんよって感じ出しながら走っていきたい。危ない。まあ、これ投げる、後ろに投げて、でこいつを縛いていく。牽制、ワンチャン爆散やってくる可能性もあるからそれやらせない。まだ赤コーナー持ってるのか。ここオッケーオッケー、やったやったやった。オッケー、赤コーナーごと消して、おーしかも起動。はい強い、はい完璧完璧なんだよね。赤コーラごとを抹消してぶち落としていくっていう。トゲ来い。あれ冷静に、まあキノコ吐きかけたけどちゃんと後ろ見て確認して吐かないってね。耐えることもできた。待って、そういうことしちゃいけない。なるほどね。 それは俺の今の責任。2枚抜きをしていく。やばい、それはやばい。あぶねあぶね、あぶね。バナムギリ避けて、うマジでギリ。落ち着いてね。10枚にして、まあ、多分ちょっとこれ勝てない、勝てる規模かなり薄いけどダブル取れる。いや待って、希望が見えてきたよ。ちょっとだけ、ちょっとだけ期待したくなるような展開になってきてるよ。赤コーラでも止まって、止まったの偉い。ダブル取れる。サンダー、アイテム強ー、アイテム強だ、強すぎる。ラッキー、アイテム強ー、負け確信しているアイテム強ー。89点、次1位104点だよ。1位ありよ、静江で。もう正直今日は取れ高がやばすぎて、取れ高やばすぎちゃんで、もう別に最後の相手もいいよ、ぶっちゃけ何でも許す。でも最後もやっぱ打開いくか。スタート、ちょっとロマン見せるか、みんなに、みんなにロマン法見せるか。ロマン法見せます。まあ、これはあえてちょっと交換、本当は交換した方がいいんだけど、まああえてロマン法見せたいんで、ロマン法まず見せに行くんで、今日ちょっとね、打開のね、嗅覚が冴えてるから、冴えちゃんしてるから、ゆっくりゆっくりいきます。ゆっくり、じつくり、じつくりいたわっていく。このステージ、ステージ、そしてキャラクターたちをじつくり調理していく。さあ、それ爆弾ね、はいはいはい。でこれ9で割れるから全然問題なし。あー最高、一番欲しいもの来てる。ちょっと待って、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 ここらめ、ちょっとためた、ちょいダメで、ロンキー入るよこれ。ロンキー入って、オッケー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 。で、キラーが2本、ちょいダメでして、またちょいダメして、強っ、サンタ来い今。さすがに欲張った。まあさすがにそれやられるよね。大丈夫だよ、まだキノコ残ってるよ。まあここだったよね。まあでもこれ相手前で、かつ俺メダルめちゃくちゃ取れるんだよね。メダル6枚になって、キノコ、そうギュンして、カーブでギュン、カーブでワンギュン、ツーギュン、スリーギュン、あとは処理の差で。もう最後、全然いいです、全然いい、最高。99点じゃね、99ポイントはもう胸張ろ、胸張ろ、それは
ブラボーしずえ。はい、では第153回モコウとアイムハイ、私はポイント99ポイントでナンバー4、良い入賞でございます。総勢800人900人近く出る大会でなんと4位しずえで、これはすごいよ、これはすごいよ、高評価不可避でしょう。押してないやついるの？押してくれない人、ありがとうございます。結果いきましょう。第1位、ケンティ105ポイント優勝になります。第2位、嘘だろ、テンツテンツテンツ103ポイント、何があったんだろう、準優勝になります。第3位、リンタロ100ポイント。第4位、マジヨシ99ポイントございます。第4位、ビツクリマーク、ビツクリマーク99ポイント。私、第4位同率。そして第4位、C、白星、数99ポイント。第7位、カイチ。ほ。97ポイント。第8位、トンジル95ポイント。第8位、俺95ポイント。第10位、ツー丸サイシロツコ。別に、いいわ、いい、いいよね。丸にしたところでツイサイシってわかるんで、お前。うん、勉強しろいかげん、93ポイントもらいます。第10位、あれは、ハイフンエツクス、93ポイントもらいます。第12位、トリチュンに会いたい、92ポイント。第12位、坂の上田村太郎、92ポイント。腕上げてきてるね。第12位、ジェイ・デスター、ビッツクリマ、92ポイント。第15位、親指91ポイント。第16位、グロリン丸、90ポイント。第16位、ソウスケ・カワイ、90ポイント。第18位、ドグマ F、89ポイント。第18位、アルバ、89ポイント。第18位、テケ・シロボシ、89ポイントということで、今日は文句なしの神回でしょ。文句なしの神回。本日ね、義賊さんと一緒に、タック愛定期便に出させていただきます。またね、もし生配信するようでしたら、ぜひそちらもね、遊びに来ていただけると嬉しいです。またね、そちらの方でお会いしましょう。ブワー